はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西の朝食ですね。朝食これ、はい、まるちゃん、ジューシーかな。沖縄の家庭の味、ジューシー、もうチンしてあります。はい、茶碗に盛り付けて、お茶碗ですね。海藻の匂いがふわっとしましたね。外の風が激しい。あちゃ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 、はいね、いただきます。今朝これだけです。ジューシー、よいしょ、いただきます。はい、なんだこれ、具材なんだろう、うるち米、豚肉、昆布、あ、昆布なんですね。人参、醤油、椎茸、植物油、食塩、砂糖、ポークエキス。まあいただきます。うん、ご飯もちもち、うん、あの昆布エキスがね、うん、美味しい。豚の脂も感じますよ。お茶碗持ってね、はい、食べましょうかね。こうやってね、あ、正面向いてね、はい、いただきます。ご飯結構もちもちしてますよ、これ。もち米に近い。でもうるち米ですよね。うるち米だ。美味しい。こういうのは手軽でいいですね。あ、お揚げさん。お揚げさんも美味しい。これイオンでね、あの沖縄フェアっていうのをやってまして、はい、で売ってました。でもこれまるちゃんのこれはね、全国的に売られてますよね。ごちそうさまです。はい、美味しかったです。いいですね、手軽でこうね、あの炊きたてのような感じ、うん、すごく手軽です。冷凍食品より手軽じゃないですかね、うん、冷凍食品は器に移してラップをかけてでレンチンですよね。すいません、はい、待ちことでまじゃまじゃまじゃジューシージューシー